3月9日プロレスラーを引退しました原田大輔です。たくさんの方の支えがあって17年間プロレスをすることができました。本当にありがとうございました。今回日本テレビが保存する僕の心に残ったプロレス4試合を開始します。1試合目は2010年日テレ杯ジュニアタッグリーグに参戦した試合です。初めての日本テレビ、初めてのディファ有明、そして初めてノアで勝利した試合です。ぜひご覧ください。ドカーン。大阪プロレスの2人がリングインです。まず仕掛けた大阪プロレス、平井凪のパーカーを脱がせました小峠。さあスピアで入っていったのは原田、踏みつけていきます小峠。リング上ではこの平柳一人になりました。いや丸藤さん、はい、大阪プロレスで仕掛けてきましたね。そうですね、いつもならね平柳が仕掛けたりするのも、ね、そうですよね。さあ両者の顔面のキック4つ入りました。まあ、このピンク桃色の小峠と青の原田ということで、この色から桃の青春タッグという名前の由来はその色から来ているそうです。桃色の小峠、そして青を青春とかけまして、はい、桃の青春タッグと呼ばれているこの小峠原田。原田大輔がボディスラム打っていきます。そしてエルボー落としていく。この原田はアマチュアレスリング出身です。高校時代はアマレス部、大阪府春季大会60キロ級で優勝したこともあるそうです。原田得意はジャーマンスープレックス。さあ対する小峠が入ってきます。この小峠は丸さん空中殺法を得意にしているそうです。はい、ああそうです、はい。まあ、ちょっと線は細いですけどね、それをカバーするものを持っているんだと思う。そうかもしれません、はい。さあ平柳を倒してカバーに行きます。そして丸さん、あのノアのパンフレットに載っている正式プロフィールに一つ、はい、気になるものを見つけたんですが、はい、小峠の得意技の欄に、はい、知らぬい海という文字があったんですが、あそうですか、はい。まあ、せめて技の名前を変えてもらったら。なるほど、はい。ただですね、その知らぬい海を果たしてこの丸藤さんの目の前で出してくるかというこの小峠アッチです。ノアの公式パンフレットにもその得意技の欄にしっかりと書き込まれています。本当だ。まあ、僕もスパニッシュフライっていうものをね、ちょっと多少改良してやったものなんで。あそうなんですか、はい。そのあたり今日丸藤さんの目の前でその知らぬい回出るでしょうか小峠。さあここも連携です。背中を踏みつけていきました。原田大輔ちょっと平柳の元気がないですね。ニュートラルコーナーに振っている。かわしてエルボー、平柳も行く。あ抱えて投げてきた。この技はどうですか。初めて見ましたね。エクスプロイダー気味に投げまして、そしてコーナーにいた平井に見つけた。さあ放送席の前に飛んでくるか小峠。小峠トップロープからトップロープを飛び越えました。大阪プロレス小峠原田です。大阪南のムーボンアリーナ、ここでは毎日のように大阪プロレスの試合が行われています。そしてその本拠地以外にも試合を行います。ロープに振る、投げていくか、あっと膝が待っていた。そして投げていく、飛んできた。ハーフハッチスープレックス、そこにボディープレス、固めたところにそのまま行きましたね。そうでしたね。さあ平井が分断した。ニュートラルコーナーにぶつけて、さあ連携出るでしょうか。対角線に振った、小峠を飛ばしていく、膝を使う、左アット。さあ連携でいくぞ、ダブルインパクト式に金丸を持ち上げて、エプロンサイドからスワンダイブ、あとここは金丸が返ってか、あと急速攻撃、しかしスワンダイブで2人か、あと金丸迎撃しました。金丸見ていた、桃の青春にインパクトには行かせません。そしてニュートラルコーナーからムーンスタルトプレス、がっちり入った。2つで返しました小峠アッチ。さあ腕を高々と掲げて、やったー
ここでフランケンシュタイナー、フランケンシュタイナーからアート、3つ入った3つ入った。勝ったのは大阪プロレス桃の青春タッグ、小峠が平柳を下しました。最後は浦上ラナ、そのまま抑え込んだ平柳が取りました。小峠